どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バブちゃんでございます。ということで、大島瑠華ちゃん、昨日の、速報発表でですね、71位という速報の順位を、手にすることができました。本当に皆さんね、ありがとうございます。僕のコメント欄とか、いろいろ SNS とかで、僕の動画をきっかけで、大島瑠華ちゃん好きになりましたとか、興味を持ちました、投票しましたって言ってくれる方が、本当にたくさんいて、本当に僕も嬉しい限りでございます。しかし、今回、大島瑠華ちゃんは、アンダーガールズを、目標に掲げています。なので、速報71。もちろん、去年の速報順位から見ると、1000票近く、伸びていて、本当に、いい調子なんですけれども、まだまだ、選挙は続きます。速報で終わりじゃないです。で、やはりアンダーガールズになるべく近づけてあげたい、できることならアンダーガールズに入れてあげたいという僕の思いもあります。でもですね、僕は、福岡に総選挙を見に行きます。昨日、71という速報が出て、全然すごく嬉しかったんですけど、とりあえずまずランクインしたことに。でもちょっと昨日、福岡に僕が行ってどうするか、その分を、そのかかる交通費とかを投票に回した方がいいのかとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱりもう前々から行くって決めて、来てくださる視聴者のさんの方もいますので、福岡にはもちろん行きます。なので、皆さんにね、大島瑠華ちゃんにぜひ1票入れてほしいなというふうに、今回は協力を、お願いしたいと思います。この画面のどこかに出しておきますけれども、AKB、NMB、HKT、SKE モバイル枠、皆さんね、もう申し込んじゃってる方はもうあれですけれども、まだ申し込んでない方で、AKB の CD とか買ってなくて、興味を、少し興味があるぐらいの方は、でも皆さんスマートフォン持ってると思いますんで、AKB モバイル、NMB モバイル、SKE モバイル、HKT モバイル、どれでもいいです。CD を買ってくれとは言いません。さすがに CD って1000円いくらするんで高いじゃないですか。で、モバイル枠は300円ぐらいで投票することができるので、ぜひ、皆さんの1票でいいんで、大島瑠華ちゃんに投じてほしいなと思います。皆さんぜひともよろしくお願いします。ということで、今日の生写真の開封動画をご覧ください。はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バブちゃんでございます。ここにね、劇場版22枚ありまして、前回の動画で開封1個だけ開封したんですけれども、今日はね、22枚買って、で、生写真2枚付きってのも買ったんで、形は戦わないタワーでございます。でんてきでんてんてんてきでんてんてんてきでんてんてん。前回も紹介したんですけど、ツタヤで1枚買ったんで、この眉ゆと高見菜のツタヤ限定のやつあります。僕は大島涼香ちゃんを地引きするので、今のところトレードの予定はないです。谷川ちゃんかな、あとは。もう僕は地引きする予定でいるんで、ありましたよね、僕のその地引き開封動画。皆さん見てくれましたか？去年僕この選挙ポスターのラブラドールで地引きしてるんで、今回もね、こんだけあるんで、地引きしたいです。いきますか。もう本当にもうポンポンいきたいと思います。いきますよ、大島涼香ちゃん。これ、大島涼香ちゃんか、谷川ちゃん、来てくれ、あと西野未姫ちゃんとか、その辺来てくれれば僕は大勝利でございますね。皆さんもね、大島涼香ちゃん持ってたりとかして、トレードしたい方いたらぜひいきますよ。いきます。もうさっさといきますよ。じゃあね。あ、梅本まどかちゃん。SKE48 チーム E 梅本まどか。もうどんどんいきます、どんどん。もう僕がいいメンバー出たらちょっと長めに喋りたいんで、出る予定なんで、どんどんいきます。2枚目。おっ、チーム K の下口ひななちゃん。ありがとうございます。はじめまして。高寺さな。チーム E。やばいぞ、今のところね、ピンとくるメンバーすら来てない。マリヤギさん。これは。多分僕のマリヤギファンの方と知り合いなんで、ちょっとそれはあげようかな。どれでしょう。シューちゃん来た。お、これはいい。じゃん。お、ちょっと待って、谷川ちゃん、ちょ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 、地引きしてまった。
やべえ、種子ちゃんちびき、北のポンコツじゃない、やばい、これは神、やばいやばいやばい、はい、種子ちゃんちびきしました、ありがとうございます。久しぶりのおしめちびきでございます、ありがとうございます。いや、でもね、僕はやっぱりおしめりょうかちゃん欲しいんで、まだまだ満足でき、これでおしめりょうかもいたらもう神、神って呼んでください。はい、行きましょう、じゃん、あ、カトルミ、はい、次、はい、おぉ、10、高橋、これいいんじゃない、うん、これはいいと思いますね、普通に、はい、お、アンチュじゃん、静か上がり、アンチュ、お、藤田奈々、ジンペ、かっこいいな、これ、ケンタンって、めちゃくちゃかっこいい、村井純奈、純っていう感じ、僕と一緒です、はい、近藤、あ、あ、近藤じゃない、近藤に見えた、エゴちゃんじゃん、 SKE の中ではもうこれ超当たりよ、エゴちゃん実在目やったぜ、はい、出て岩花しのちゃんですが HK、 はい、お、ミルル、また俺ミルル引いたなんか全体もミルル引いてトレードしたんですよ、うん、また引いちゃいました、ドロー、ドローつちゃった、アサリユカ、研究生か、 SK の研究生はさすがに把握しません、すいませんね、アサリユカちゃんね、ほい、お、ミキちゃん、ミキちゃん出た、あー当たりです、いやこれはあんま提供したくないな、ミキちゃん僕結構好きなんで、これはいいでしょう、これはいいでしょう、イエス、ドン、あ、平田みのちゃん、イエスウィーキャン、さすが英語喋れるだけのことあるね、お、出た島田遥、見ました、あの選挙のアピールムービーで食ってるだけの、どう、お、お、小林マリ、小林マリだ、マリなってるね、マリなってるね、変な意味ありません、マリなってるね、はい、チーム B、 あ、チーム B なんだ、副キャプテン涼香率いるチーム B か、いいっす、はい、次よいしょ、ドン、おお、秋吉さん、秋吉ちゃん、かわいいね、かわいい、かわいいじゃねえ、かわいいね、お、山田奈々ちゃうか、山田ちな、 SKE の山田です、ほんとに出ないわ、もうダメだわ、相川穂乃ちゃんね、もう出ないわ、多分出ないと思う、もうどんどん行こう、お、高城や、高城あきちゃん、これは当たりですね、チーム K になっちゃったんで、まあ涼香とはチーム離れちゃうんですけど、頑張ってほしい、なんか上位来そうだね、高城あきちゃん、今年あたりね、もうあと4枚か、あと3枚だった、あ、もう終わりだわ、はい、お、レナッチ、あ、でも結構いいんじゃない、当たりなんじゃないの、ラスに、はぁ、ダメか、でも前回もラスト2でケイラ引いたんだよね、期待してしまうな、来い、おー、さよねえや、さよなら出た、これはちょっと涼香期待できる、あざます、あざ、あざす、さよなら出す、さよなら出す、ラスト、ラスト誰が出てももう笑顔で締めましょう。